ってしゃいよ。ライドンですよね。今日もやっていくんですけれどもね、今日も0から100日8000度やっていきたいと思います。今日は11日目です。はい、ということでね、やっていくんですけれども、本日ね、これついに大台5000を目指してね、10連勝で5000いきたいと思います。デッキはこちらですね。今ブリブリに新鮮なネタのこちらゴブリンドリルですね。まあ、タワーレベルが9レベルなので、まあ、同じ9レベルなら、まあ程よい塩梅なんじゃないでしょうかといったところでね、まあ、5000に行ったら、まあ新しいショップが来るんでね、それを期待してやっていきたいと思います。ってことでいきます。よいしょ。そしてね、まあパスをまだ回収してないんですよ。5ぐらいから回収してないんだけど、いいね、いいところまで行けば回収することができるんですよね。カードをすべて解放したらね、パスを回収することができるので、うわ。どうしよう。これこそあれですね。ゴブドリを、テスラと同じなんだな、判定が。で多分、置物、小屋と同じだと思うんだよね。だからこれ、マズネク出して、どこだっけな、ここだっけな、確かエルジャイ相手。エルジャイってここだった気がするんだよね。オッケーオッケー。さあさあいいよ。はい。いいね。よいしょ。で、ここら辺に出してあげて。よいしょ。痛い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 ね痛いね痛いね痛いね。あれー、聞いてた話と違えんな、これ。なんか、エレザイにめちゃくちゃ強くなりそうみたいな。巷ではなんか、そんな噂が流れてたんだけど。おっと違うんですよ。違う。何にも分かってない、俺は。俺は今ね、何も分かっていなかった。攻めです。攻めが足りていない。これ、ケツメガでいいですね、ケツメガ。で、もう一回、ドリルで、ちゃんと釣ってあげましょう、これ。オッケー、美味しいね、これ。どこら辺だろうな、ここら辺かな。よいしょ。さあ、これで、見てください。このマズネクの位置。さあ、これでね、ブーブーしてもらいましょうか。さあ、といったところで、これね。あ、いや、待てよ。これは、コウモリでいける。まずは1本折ります、これで。まずは1本折りたい。オッケーオッケー。いや、ただ、やべえ、初負け。初負けしそうな香りが、プンプンにしてる。胞子がバカ強えな。胞子強え、エレキ強え。すべてが強え。どうしよっかな、これ。普通に来そうな気配あるんだよね。まあ、来るよね。あれ？おやおや。なるほど。エレジャイですね、これは。さては。さては、エレジャイが強いのか？これ。エレジャイドリル、バカ強えな、これ。いや、まだ俺にはね、キングの夢があるんで。いやー、これさ、エレジャイを、どうにかしてエレジャイを、もうこいつ以外で防衛したいんだよね。折れちゃうかな、これやばいかな。トルネがなさそうなんですよ、こいつ。頼む、頼む。頼む。よし、来た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 。なるほど。だんだん分かってきましたね。OK、OK。ちょっとデッキ変えます。わかりました。これ、もう少し頑張ればいいわ。もう少しだけ頑張れば勝てる気がします。ただ、これね、あれなんですよ。あのね、なんだろう。エレジャイ？エレジャイはいないんですよ。この世界に。なんで、エレジャイさえ引かなければみたいなところがあると思うんですよね。このゴブリンドリルで勝ち取りたいんだよな、俺は。オッケー、これは、ケツメガして、なるほど。これゴブリンドリルでいいんじゃない？おい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 。プリンセスがやんちゃなんだよな。いや、ただ、完封？完封あるのか。いやー、格上ホグ完封はでかいな、これ普通に。これコウモリ追加して、これさ、大丈夫だよ。オッケー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 。タゲ変わる。タゲが変わるということは、つまりそういうことですよ。ザップが必要ない。いいんじゃないいいんじゃない。さあいいよ。これはケツインディランして、
オッケー。次がメガナイトなんで、これホグ来たらヤリゴブからのメガナイト回しましょうか。オッケー。これはこっちはして、これでメガニキだせば多分ホグ一発で済むはず。オッケーですね。さあ、あいつにはね、この世の恐ろしさってやつ教えてやりますか。あいつまだ全然分かってないと思うんでね、この世界の怖さを。よいしょ。あ、キング起動した。あ、いやでもキング起動は、あ、キングに、あ、お前ら結構キングに走れない。なるほどなるほどなるほど。いや、ただこのゴブリンが強い。いや、このゴブリンが強い。まず一本。オッケー。いや、これで相手が、まあ、プリン出したでしょ。ってことは、マスケがいるんですね。ってことはコウモリで守れるな、これ。オッケー、これコウモリで守りましょう。オッケー。まあ、来て、マスケなんでね、これは。まあ、こいつはギャンガーで囲んであげて、まあ、読みウッドさえ来なければ大丈夫ですね。オッケーオッケー。相手のターンはもう瀕死なんでね。さあ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 。いや、くそー。さあ。まあ、これ、やりゴム出せばね、完封できるんだけど、まあ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 、許してあげましょう。どうしようかな。これ、やりゴブつけて、ウッド切ったんで。で、これね、ゴブリンドリルで、降りに行きましょうか。で、これ、さすがにじゃない?やべ、やっちまった。やっちまった。やべ。変なやつ出しちゃった。変な。やばい、最悪、マズネクが。いや、ただ、これは、掘りまくれ。掘り散らかせ。来た。いや、これさ、待って、無限ドリルで勝てそうじゃない?これ。マスケとかでさ、高回転無限ドリル作れば勝てそうな気してきたな。ちょっと作ります。はい、ということでね、即席で組んでいます。まあ、テスラがちょっと低いんだけど、まあ、ノーマルはね、やっぱちょっと上がりにくい。7から上がりにくいみたいなとこあるんで、まあさ、シャーなしですね、シャーなし。ってことでね、まあ、ここら辺ちょっと低いんだけど、まあ、ファイアーボールはね、ずっと育ててるんですよ。ほんでもって、こちら、ゴブリンドリルですね。ゴブリンドリルは、多分ね、ぶち回せばね、めちゃくちゃ強いと思うんで、これでトラゲしていきたいと思います。多分これね、何引いても勝てる。だって、テスラが弱すぎて突破されても、ゴブリンドリルを急にね、ポンって出してあげればいいんで。さあ、ファイスピー。これ、ファイスピー死なねえよな、さすがに。はい。え?あ、またエレジャイ。危ねえ、メガナイトインドルだったら死んでたな、これ。いや、ただエレジャイなぁ、これ強くない?めっちゃ。エレジャイ強いんじゃないですか、もしかして。これ気づいちゃったんだけど、この世の真理に。エレジャイさては強い説あるな、これ。いや、やっぱ。これ、やっぱ。ただ、ここで、もうちょい待つんすよね。オッケー。これはね、役根が処理できるから、はい、ファイスピー。オッケー。いや、これ、ホグだったらこれ、待たせたな。まあ、いっか。こいつね、これ、ドルルルが遅いんで、さあ、これどうしようかな。ダクネ、いや、トルネも使ってるもんな。あ、オッケー。これで、スケア竹取って、こっちバルキリー押して、はい。オッケーよ。これでドゥルルルいきますか。こんくらいのタイミングかな。よいしょ。おそう、これ、あ、出た、スケルトン部隊。これ抹殺するんですよ。登場時のダメージでちょうどスケを殺すぐらいなんだよね。まあ、ザップよりも少ないけどみたいな、そのくらいなんですよ多分。だから、まあ、ヤリゴブが死ぬか否かぐらいなんだけど、え、やば、バカ削ってる。俺の説立証ですね、これ。さては、これテスラ2周目回せるような顔をしながらテスラ置いていく。もしこれライト打たれても2周目ゴブドリもあるし、テスラも多分回るんで、マスケと、そうだな、 OK、 よいしょ、はい。さあ、ゴブリンに群がって、群がれ。オッケー、いい防衛です。ありがとうございます。これどうしよう。バルキリーかな、ケツから。うん。これどうせまた来ると思うから、テスラ先に立てて、で、マスキーをここに出して、ここに出すことによって、もしね、エレジャイトされてもこう動くからね、マスキーが死なないんだよね。さあ、ウッド。そして、あ、これゴブリンドリルで後ろに行くのか。ちょっと後ろに寄せたら面白そうなんで、後ろこんくらいだといかないかな、まだ。よいしょ。はい。あ、戻ってった。オッケー。さあ。これはまあ、テスラ、ダブルテスラで。オッケー。さあ、これットで削っていって。
メガゴのタギはつけて取っていきましょう。オッケー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 。さあ、オッケーいいよ。マイスピで受けていく。でこれゴブリンドリルで、これ多分エレジャー裏に行くんですよ、これ。エレジャー裏に行くから、オッケー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 。これマスク入る、マスク入る。バルキリも入る。え、でかっ。え、これさ、強くない？敵陣に召喚できる施設さ、これ時間稼ぎも普通に強いし、なんか真ん中目からこうジャイとか出されても後ろに下げて、なんかジャイダクネとか言ってもジャイとダクネを後ろに下げられるから、なんかマスケバルキリとか刺さるんだよね。やべえ、これ決まっちまったな、完全に。よっしゃ行こう。待って、これ高回転でさ回せばゴブリンドリルでぶち転がせんじゃねえのか。これ相手のタワーがファイスピのレベルが低いから、なんかハラスできないんですよね。よいしょ。まあでも、このくらいのね、レベル2差ぐらいだったら、まあ普通に、これで、はい、くるっとできるんで。はい。これ、うわ、やば。やばすぎ、やばすぎ。よいしょ。これがね、スパーキーの防衛、うまいライキ・ジョーンズと呼ばれるゆえんですね。まあ、このテスラは、もうちょっとここら辺に置いたらもっといい防衛ができましたね。まあ、なんか、1コスを、こう、周りに置くんだけじゃ、置くんじゃなくて、なんかね、この、打たせる。うん。この、工夫。まあ、基本的には、打たせる。打たせて囲む。うん。そう。正解。おめでとう。さあ、これはね、こう、スケルトン出していって、さあいいよ。オッケー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 ボクオッケーボクのライ爆弾ですね、これは。ゴブリンドリルいっちゃいまーす。これさ、見て、マスケ見てて、ほら、超ずれんの。やばないこれ。しかも、超カウンターくんの。やばないこれって話。まあ、これはね、テスラで、俺のブリブリの防衛見といてください。俺のね、ブリブリの防衛見といてくださいっていう感じでね。さあ、これ。ファイスピー。ウッド。はい、スケに打たせる。あーい、完璧です。ありがとうございます。そして、ブリブリドリル。さあ、これ完璧ですよ。バルキリーとあれが回ってないので、うわ、ウィザードお前。ミラーはやばいやろ。12ウィザードはやばいな、さすがに。反則だな、それ。12? ミラーのレベルだけ高いのか？さては、お主。さあ、これは、バルキリー先に出してからの、これがね、いいんですよ。バルキリーの火力でぶん殴っておきながらも、いや、これやば。やっぱ高い、レベルが高い。テスラ立てる。まあ、これね、相手、俺の予想だとウィザードも重ねて出してくれそうなので、これハイスピードちょっとケアしたいですね。OK。あ、これさ、相手のターンに入るように、出せよ！結構俺、ヘボい防衛したら切れるタイプなんで気をつけてください。これファイスピ出して。いや、これでもうバルキリー切ってるから止まんないと思うんだよね、普通に。さあ、いいよ。ゴブリン、群がれ、群がれ。いや、割と入んねえな。いや、来た！出た！裏に下げたことによって、マスケがぶち入って GG。ありがとうございます。いや、これ来たなこれマジでさ、防衛スキルさえあればさ、守っておくだけで勝手に入るもんね、飛ばせば。で、俺ね、気づいてるんですよ。相手にゴブリンドリル来てくれたら、俺の見せ場が来るんだけど、ゴブリンドリルって実は、この、登場してから、ゴブリンが出るまでに若干のラグがあるんですよ。だから、正直めちゃくちゃ集中して見てると、ゴブリンドリル見てからでもバルキリーとか当てて、完封できるんだよね、正直言うと。それはまだね、世にバレてないのであんま言いたくない知識なんですけど、森。はい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 。で、ここに来たやつをマスケとスケ、全回収する。で、これ、こんな感じで入る。で、ドリルに出したやつもこのマスケで回収する。完璧です。痛い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 。やばいやばいやばい。強っ。さあ、ただ、レベルは勝っている。レベルは負けているが、ダメージは勝っている。さあ、いいよ。開幕ドリルで5000は削れたね。5000は持ったね。500は削れたね。さあ、これはいきます、ドリル。また同じですよ。ただ相手は1枚分。ほら、これ見た？
バルキリーをこう押すのよ。俺もこうなんのよ。そういうことなんですよ。これさ、次言っとかな。オッケーオッケーオッケー。次言っとなら、これ一回ファイスピで、回してスケからの3発目殴る瞬間に言っと。で、のけぞらしてこう、一発。ここで打っとこうってなることによって、剣をね、振りかぶらせない。そういう技なんです。はい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 。これバルキリーして、いや、美味しいね、これ。いや、待って、レベル低くてワンチャン？ワンチャンいかれるこれ。いかれるやつやん！夢の、いかれるやつやん！さあ、これはね、ファイスピを飛ばしてあげて、タゲを取ってるからね、このファイスピは届くでしょう。さあ、来た！範囲が大きいから、タワーの裏のウィザードにまで届く。さあ、いいですよ。さあ、あとは、防衛スキルが試される。テスラを置いておきます。うわぁ。だるい、ケツペッカは、マジで。マジザルバンバンミカロスね、これ。まあ、これはね、バルキリーも後ろから出して、打ち食らわすしかないですね。どうせこれね、俺の予想だと、言うのも来てそう。レイジが来るんですよ、これ。はいはいはい。オケボク、オケボク。オケボクのライ。はいはい、オケボクのライ、オケボクのライ。さあ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 、余裕の防衛ありがとうございます。このテスラがね、はい。いやー余裕ですよ、そんなん。ごめんなさい。ごめんなさい、うまくて。サーシン、サーシン。ごっつぁんです。さあ、これはね、裏にディガを飛ばしていって。はいはいはい。見た、ほら、バルキリー押してんのよ。ペッカものけぞってるからね。これ、エレキとか来んじゃねえのかなって思ってんだ、勝手に。よいしょ。はい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 。これ、まずは、やべ、調子こいた。これは、あえてファイボで決められるけど、ファイボで決めないで、ちゃんと主力でね、クエイクで終わるけど、ホグを投げてくるタイプのホグ使いです、それは。ちょっとうざい、いるじゃないですか。いや、お前クエイクで終わるやん、それ。っていう。93ぐらいの時に、あえてクエイクじゃなくて、ホグで落とす。そういうタイプです、俺は。GG ありがとうございます。さあ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 、いいよ、いいよ。オッケーオッケー。これは、いやー、ババ小屋かな。エリゴレはちょっと今未来ないんで、オッケー。さあ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 、オッケー。相手のタワーが8なので、これファイスピのハラスが効きますね。ただ、タワー低くてここにいるってことは、うまいか、そう、ユニットのレベルが高いか10なんですよ。そう。ユニットのレベルの高いがどっちかなんですよね。さあ、これはドリルで。いや、ちょっとムコってなるだけだったな。さあ、ただやっぱりちょっとユニットを加速するね。なんかプリンスとかの後ろにこうやって出すと、バチクソこう、プリンスこうなるらしいんですよ。めちゃくちゃ見たいよね。やばい、これ。頼む頼む、ザップ打つの、絶対ザップ打つの。オーケー、危ねえ。ザップ打ってたらね、もう俺はね、このクソジャップがって言ってましたよね。誰がみかん坊やだお前、誰がみかんだよ、誰がみかん坊やだお前。みかんさんは日本人に負けた時よく言ってたんで、クソジャップがってこれなしですからね、これ絶対、これ1ダメっすよ絶対。これはいいですね。ハンター強すぎ。ハンター火砲欲しくない？これ火砲足りてなくない？ゴブリンドリルもうちょっと情報してさ、ハンターの火砲が足りてないと思うんだよな俺。これはファイスピー飛ばすんじゃなくて突進させる。 OK。 はい。これさ、もうマスケ加速しちゃうんだよな。タイミング的には結構いいと思うんだけどさ。よいしょ。はい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 。テスラでいいかなこれ。あ、テスラレベル低いんだった。これ絶対、普通だったらテスラが最善策なんだけど。そう。テスラマジでさ、潜ってくれるから、そこ呪文打たれないんですよ。で、呪文打たれないっていうのはどういうことかっていうと、相手の呪文削りがね、なくなるんですよね。これがでかいんですよ、テスラ。これタワー入りそうだったね。オッケーオッケー、バルキリー今一発入ってたね、絶対。いやー、これどうしよう。やるんですけどーっていう感じでね、これゴブリンドリル飛ばしてあげましょう。よいしょ。さあ、バルキリー押せ。押し込め、押し込め。これは。よいしょー。いやー、オッケーバムス、オッケーバムス、オッケーバムス。いや、一発でかいー。これ、テスラー。はい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 。これ、独り占め。独り占めーっていう感じでね、これやってあげて。さあ、ファイスピー。オッ
OK よ。痛い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 。危ねえ。いや、ちょっと飛ばすの下手か、俺さては。やっべ、なんかカウンターが重いんだけど、さっきから。いや、てか、バルキリーダクプリっていうのが罪深。罪深仙人ですね、これ。さあ。ちゃんとウッドで削んなきゃ。ちゃんとウッドで削んなきゃっていう感じですね。結構やる気のあるタイプですね、俺は。熱血派なんで、俺。よいしょ。さあ、バルキリーからの、ゴブドリ。よいしょ。よいしょーい。さあ、2枚切ったよ。それどうやって止めるんだい。うわ、タルババ、はい、待って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 。おかしい、おかしい、おかしい。やりすぎじゃないですか、あの人。はい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 。これさ、ゴブドリをあえて、ここ。裏に出すでしょ、もう。はいはいはい。で、これに、ファイボ。はい、削り。はい、一発 ?2 発 OK、よし。さあ、テスラ入れていきます。OK、来たね。これ、テスラ延命差 C の、これ、バスケで寄せる。スケをね、バルキリー真上に出さないで、ちょっと横に出すと、2発受けられるんですよ。これがでかいね。さあ、ゴブドリ。あれ待って、その位置に出したらさ、あなた、ファイブ食らっちゃうじゃないの。ダメでしょ、そんな位置に出したら。たまえ、この野郎知人。さあ、来ました。これはね、いいですね。ゴブリンドリル。防衛さえできればいいね。防衛さえすればいい。オッケー、行きましょう。どんどん行きましょう。防衛さえできれば、俺はゴブリンドリルの使いになれる。ゴブリンドリルの使いになりますね、俺は。さあ、何 ?13! 化け物がいるじゃねえか。どうやって守んだよ。やばい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 。止まんね止まんね。いや、溶けなすぎだろ。溶けなすぎだって、絶対。やべ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 、エリババエリババ、お前入ってる入ってる入ってる。入ってる入ってる入ってる。入ってる入ってる入ってる。やばいやばいやばい。やば。やばすぎじゃね？で、しかもちゃんとなんか普通に拾われてるし。ジェームズ。いや、ええて。ええて。これ見てくださいよ。目押しできるんで、これ。はい、ここ。はい、拾ってる。はい、見てください。これですよ。これ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 。俺がさっき言ってたやつ。目押し。これ目押しって呼んでます。はい。ここから追っていくんですよ、こうやって。はい、前でないね。横かな？でね、あ、後ろっていう感じで追っていくといい感じになります。いや、マジでもう、タコ野郎じゃないですか、これ。待って待って待って。どうやって守れん、これ。食らいすぎだわ。ボケナスかよ、これ。絶対ボケナスのやつですよ、これ。頼む。頼む。祈り。あとは祈るだけ。いいよ、いいよ。スキャミ出すな、スキャミ出すな。絶対スキャミ出すな、お前。エリない、エリなくあれ、エリなくあれ。いや、強いって、スケバンの教えたいな。ちょっと、何の勝負すかすなんでここにいんだよ、こいつが。おかしいだろ。なんでエリババ13がここにいんの。おかしくない？絶対おかしいって。デッキがいかれてるもんだってもう。はい、ここね。オッケーオッケー。これで、アイスピでいいんすよ、こんなの。よいしょ。いや、まあ、じゃあ俺諦めねえかんの、絶対。溶けすぎだって、バルキリーってお前。タンクだぞ！痛い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 よ。はは？これは痛いね。さあ、これ前に飛ばして。スケルトン部隊来ると思ってるんだ、俺。はい、来た。生まれる。いやー、マジで化け物じゃねこいつ。こいつ化け物じゃねっていう、ちょっとギャルを風に言ってあげて。さあ、いけ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 、頼む。この野郎、このハゲー。いや、マジかよー、これガチかー。強すぎだろ。強すぎだろ、そんなの。いやー、どうしようかな、これ。ちょっとさ、マスケ強くあればいいよね。マスケさえ強ければいい気がする。ちょっと上げます。
いやー、ガチか。ノーマルのね、俺、カードが少ないんだよな。テスラ上がったらもっとね、いい感じに無双できるんだけど、同格だったらさ、ここにテスラ置いて、ファイスピで寄せてここに付け出すと、エリバを完封できるんですよ。まあでも同格の話をしてもしょうがないよね。言い訳落ちって話だよね。ガチ言い訳落ちなんですけどって感じだよね、みんなからしたら。いや、スケルトン部隊普通に出てきてから囲むタイプじゃん、それ。そんなのあり？いや、てかさっきのやつチャレンジ6勝できてるってことは普通に強いやつだな、さては。エリババ13やばかったな、マジで。これもう呪文でバンバン削っていかないとな。特にファイオとかで削っていかないといけないですね。はい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 、スケファイブ打っちゃっていいね。イネ科です、イネ科。イネ科なんだ俺。オッケー、この削りはでかいね。バルキリー8か。テスラ7が問題だな、マジで。他に建物あるかな、強いやつ。今テスラがマジ最強なんだよな、普通に考えて。相手タワー10か。これテスラ出して、はいはいはい、オケボク、オケボク、オケボクのライって呼んでください。これなんだっけ、相手主力。これでもさ、テスラ普通にテスラ飛ばしてファイスピでキング起動できるよね。よいしょ。オッケー、キング起動できましたね。さあエレキをちゃんと押さえていって、そしてゴブリンドリル。さあ素晴らしい、素晴らしすぎる。お、ちょっとこうなったね今。さあただこいつにはウッドでマジアチェに5落ちたいからちょっと待つか。あ、オッケーオッケー、待ってよかったこれ。よいしょ。この左半分のスキャン残していくタイプ、やっぱ情に熱い男なんだな俺は。皆殺しはちょっとさすがに残酷かなと思って半分だけは残してあげるタイプで、これが一番優しいように見えるでしょ。ただね、ところがどっこいなんですよ。今俺が殺したのは兄弟のもう片方なんで、何の話してるんですかね。さあこれはゴビンドリルいきたいと思います。さあプリンセス出してくれた。 OK、 完璧な防衛ありがとうございます。よいしょ、まず1本。さあこの弱すぎるテスラ、逆にメガナイトにすぐ壊してもらえるからいいですね。よいしょ。さあゴブドリでぶち込ます、ぶち込まします。 GG、 ありがとうございます。いやでかいですねこれ、これでかいですよ結構。さあ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 、33333という感じでね、アホになってしまいそうな自分をグッとこらえます。ここでさあ、ここから6連勝で上がっていきたいと思います。さあ行きましょう。今何分だ、大丈夫かな。31分、長いなこれ大丈夫かな。さあゴブリンドリルいきます。8か、レベル8だったらファイスピのハラスがきます。ってかこれファイスピじゃなくていいんじゃねっていう、これアイスプロはいいんじゃねっていう感じではあるよね正直。いやー、それきついな。プリンがいるとさ、スケ出せねえかんな。シャアなしバルキリー出すしかないんですよね、ここ。出す必要ないのに。オッケー。いや、これ飛ばせばよかったな、ドリル。こじくり回してやればよかった。こいつの脳みそこじくり回してやればよかったな。あ、同格だから5死ぬんだ、これ。でかっ。さあ、ウッド。ウッドもなかなか強いですからね、俺は。おいしょ。さあ、これ、ゴブドリ。ここだとさ、逆サイドだけ取られるからさ、で、ここだとキング起動しちゃうんすよ。ここだとどうなんだろう。ここ、どうなるかちょっと気になりますね。よいしょ。よいしょ。あ、ここいけるんだ。まあ、逆サイの竹取られるけど、まあ、そんな大差ないな、でも。そんな大差ない。まあ、読まれない、場所を読まれないことの方が大事なんで。これ低め、低めマスケ出して、はいはいはい。歩かして、さあいいよ。これ裏ですね。毎回場所を変えるのもちょっと大事。さあ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 、頼む、耐えろ。マスケ、まあ、いっか。さあ、スケ出して、オッケーいいね。
さあ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 。むず。あ、姉妹プリン来そうでね。あー、ミスった。逆マスク出しちゃった。ロケ警戒ってことで。さあ、ここは、あ、なるほど。まあ、テスラ足して、まあ、プリン延命されたら打っとけばいいね。これ、ファイスピハラスができる。ここはテスラの前にスキャ置いて、よいしょ。あ、バルキリー耐えるんだ。バルキリー耐えるタイプのゴブリン、めっちゃ強いな、それ。さあ、読まれない位置いきまーす。来た！ラッキー。さあ、あれ？これ。プリ延命しちゃった、俺が。優しい。全く優しいんだから。危な。ガチ危ねえ。あ、誰？おい！完全足らんやん。やば。いや、うまい延命。うまおくんじゃん。やばい。痛い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 。こっちは端前が怖いんで。テスラ立って、オッケーいいよ。これもうね、問答無用で言っていい説ありますね。よいしょ。さあ、でかい。これはカウンター、どでかいカウンター決まるぞ、これ。いけ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 。そしてバルキリーとか来たら弾く、これで。よいしょ。パーン！お前どこ行ってんだよ。頭から出るタイプなんだ、あれ。なるほどね。深く理解した。めちゃくちゃアンダースタンド。さあ、これは、バルキリーだし、ウッド使えないんでね、もうここは。ウッドを裂いてしまうことが負け筋なんで、ファイボ、いや、めっちゃ読まれるやん。先出しなのに。目押しじゃないのにめっちゃ読まれる。いや、これはウッドでいいね。ウッドフィニッシュ。いや、危なかったー。オッケー、GG、ありがとうございます。いや、結構長くなっちゃうね、試合が。さあ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 。オッケー。いいですね。いや、ゴブリンドリルいいね、強くて。ホグとかだと勝てないんだろうな、これ。まあ、これのね、マスケがロケット星だともっと無限でいいんですけど、うわ、最悪。バルーン。レベル高すぎだろ、お前。やばい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 。普通にやばい。絶対足んない。絶対足んない、これ。危ねえ！危な！これでもう寸前まで行くんか。まあ、7だからね。倍あるからね、相手のレベル。7のテスラで守ってるから。このね、殴る瞬間にノックバックすることによってこうやってこうやってなる、こうやってなるんですよ、こうやって。よしよし、やべ。いやー、これどうしようかな。まあ、飛ばしていいよね、さすがに。あとはマスケとスケベで、スケベな防衛してあげれば OK。 よいしょ。さあ、これシンプルに、シンプルに止まらんやつ、シンプルに止まらんやつにき来ました。ありがとうございます。シンプルに止まらんやつにきの称号をいただきました。ありがとうございます。これ絶対止まらんね。ファイブを打たないと。いやー、ちょっと耐えた。でかでけえ。いや、バルーン投げられるだけでバルーンってなるな、これ。どうしよう。テスラ先置きかな。あ、これはバルキリーじゃないとダメだ。テスラ先置きしてたら死んでた。よかった。よかったよかった。危ねえ。マジで危ねえ。ガチか。ガチか、これ。まあ、バルーン釣れる位置出して。よいしょ。ここでもいいんだよね。1マス左上のやつでも、どっちでもいいんだけど。これでもまあ、ドリラーしていいですね。いや、内側に飛ばせばよかった。絶対これバルキリーに読まれるわ。いや、もったいねえ。内側に飛ばせ、次から。あ、やべ、これ5落ちちゃった。危ない、危ない。いや、うまい、うまい。よいしょ、いいよ。OK。これ先に絶対テスラ立てた方がいい、これ。
その気やもう。その気にさせてモテるやん。オッケー。うわ、最悪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 。ファイブ削り。割に合わねえ、この削り。オッケー、オッケー。これで、テスラあるから、絶対守れるでしょ、これ。さあ、内側。さあ、読まれない。場所が読まれてない証拠。もう、テスラぶっ立てていって。これ、レベル14ですからね、このテスラ。オッケー、GG 来た。さあ、レベル13にもレベル7で勝っていく。そういう、これです、これ。さあ、いいね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 。やっぱ先に立てるテスラが強いんだよね。オッケー !4900 来ました。さあさあさあ行きましょう。どんどん行きましょう。ゴブリンドリルいいね。ブチクソ削ってくれる。もう初手行っちゃうからね、俺。7コスで。7コスゴブリンドリル。これディガート間違えてなんかここに出すみたいにないかな。いや、結構いい防衛してくるな。しかもこれ、なんかレベル2差あるからさ、今。2差だったよな。オッケー。危な。あ、ウッドだったら、あれなんだね。うわ、すげえ。プロプレイヤーだ、絶対この人。あ、プロプレイヤーだった。やべえ。やば。さあ、これは、後ろからスケルトン出していく。いきます。この位置大丈夫だよね、まだ。いやー、強それ。強すぎだろ。まあ、マスケがいるから。いや、2発ぐらいで壊れんじゃねえの。え、マジで？ガチか。冗談で言ったのに、俺。やばい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 。このなんかレベル差を、こう、如実に出す。そういう編成してますね、相手。深くていい話だぜ。これスケルトン部隊しかねえって知ってんだよ、この野郎。いけー、かませー、このハゲー。いけ、うわー、やばー。いや、もう守れねえよ、これ。これさ、ほんと同格だったら今テスラからのファイスピード守れるんだけど。いや、13体になるんだ、こっから。いや、俺覚悟決める時だな、男ライキジョンズ。覚悟決める時が来ましたね。ついにエレジャイを出動させなきゃいけないみたいですね。俺の中のエレジャイを。いや、バカ強えやん、ホグジュさん。バケモンじゃん、ガチで。で、このセコセコ、セコセコ、セコセコしてる場合じゃないんですよね、やっぱり。やば！お前耐えんなや、それ。ダメだって、普通に。レギュレーション違反だから、それ。あ、終わった。いや、これ5000いけねえな。急に来たな。4600まで超順調だったのに、アホほど負けるな。ガチか、これ。ちょ、ラスト行かしてください。ラスト、こちら行きます。エレジャイ。エレジャイ行きます。もうエレジャイね、整えてたんですよ。実は。ただ、もうちょっと温存していたかった、エレジャイは。エレジャイはね、まだ出したくなかったですね。それでもレベル上げちゃおう。トルネもレベル上げて、マズネ君もレベル上げて、俺がここで戦う、その証明をします。いきます。いやー、レベル7は無理だったか、結局。俺、こいつどこ？あ、8か。8か。結局、こいつは9か。あれ。いや、でもね、結局ワイルドカードでのレベル上げになるから、オッケーオッケーオッケー。これいいね。はいはいはい、キング起動オッケー。ノーダメキング起動していって、トルネ使わしたらね、この、俺の指が、こうなっちゃうんで、こう。ああ、危ない危ない危ない危ねえ。さあ。やっぱ。あれ？レイジにかかっちゃう、これ。うん、止まれ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 。あれ？こいつ10だったっけ？こいつ10か。こいつは10か。こいつ11。オッケーオッケー。この編成ですね、この編成。1本なんかくれてやります。相手のタワーレベル9なんでね、1本なんかくれてやります。で、これさ、無視してあれだな。オッケーオッケーオッケー。これはいいや、対応して。オッケー。これなんで対応したかっていうと、ダックプリだけで相手にユニットを引き出すことができるので、それすなわち、ダックプリの、さ、これはね、後ろからエルジェイを出すことに。いや、オッケーオッケー。これ無視すればいいわ。オッケー、来た！来たー！これ爆アドバンバンビカロのエルジェイなんで、完璧です。さあ、
アーノルド・シュワルツ・マザーネッカー出して、これは完璧に決まったんじゃない？これだってプリンスクでしょ、裏に。で、インズラ出してあげて、インズラブリカマしてあげて、インズラブリカマして、これ、絶対裏に来るから、これ来るでしょ。オッケー。これボンバーでぶち食らわしてあげて、はいはいはい、これインドライン目。オッケートルネードサイクロンハリケーン、さあこれはダックリを足してトルネードこれは決まります。残念ながら決まってしまいます。俺にはわかる。なんでかって、俺がプロプレイヤーだから。そういうこと。さあ、これは結構守られましたね。さあ、ただ、これはですよ。勇気のケツエルジャイ。相手が何で攻めてくるかわかんないから、とりあえずケツエルジャイですね。これを勇気のケツエルジャイって呼ぶことによって、サモなんかこう、ちょっといい感じになります。さあ、ただ、ちょっとやばいな。ちょっとどころじゃない。ちょっとでしたね。ちょっとどころでした。よし。いけな、これはしね。お前だ。お前だぞ、今。時代は来てる。時代が来てるのはお前だ。オッケー。これさ、ライトニングだな、多分。いや、これ、ブリブリのガブリエリジャイ。いい。このね、補佐してんすよ、こいつが。これで、エレキみたいな範囲攻撃のやつは、これでブリカマなんで。はい、GG! 来た。来ましたーってことでね、今日は4900、結構長くなっちゃったな、ごめんなさい。いや、待って、これいけるか。いけるな。さあ、あと100なんでね、上げてしまいたいと思います。さあ、行きましょう。さあ、これはね、どうしようかな。これで5000にいける。いや、でもタワーレベル9ちょっと低いね。いや、てか、なんだろう、関係ないする。あのさ、俺が言いたいのはさ、そういう感度とかそういうことじゃなくて、なんか、4000から、じゃあ、0から4600まで、あんま大差ないんですよ。あんま大差ない、正直言うと。だからここら辺から、まずレベル13とかいう、4600から、なんだろう、5000に向けて、レベル13とかいう化け物が存在するんだよね。化け物。こちら俺、バケットモンスター、略してバケモンって呼んでるんですけど、これ結構バケットモンスターなんじゃないかなって、バケット案件なんじゃないかなと思ってて、回んないですね。下がよ。さあ、いいよ。オッケーオッケーオッケー。いやー、ダクプリ高えな、レベル。俺の10レベルと戦わせてみるか。縦剥がしてるからちょっとはマシになるかな。オッケー、来た。オッケー。うわ、お前バイベドラー、お前誰で殴ってんだよ。滑舌悪くなっちゃったじゃねえかよ、お前のせいで。これは取るね。で、ボン追加。追ボンしてあげて。オッケー。ボンいらなかったな。もっと防衛にボンすればよかったな。さあさあさあ、エレジャイが強い。オッケー、いいよ。トルネ、いや、いいね。ネクロぶち転がすとトルネがいいね。まあ、やっぱエレジャイとトルネって本当にブリブリに相性がいいっていう話だよね。そうなってくると。さあ、これはレベル8の檻を置いていく。マザーネクロのいいところが出てないな。なんかさ、スケルトン部隊とかちょっと減ったね。ちょっと減って、なんか結構がっつりした、こう、なんか肉体派が結構出てくるようになったね。骨みたいなやつはなんかやっぱこの辺だと、勝てないんですかね、ワンチャン。ワンチャン勝てない説あって、やっぱ肉体派なんですよ、時代は。さあ、GG、いいですね。いやー、ゴブリンドリルなんかね、使う暇ありません。使う気もない。これは、もうね、ゴブリンドリルじゃ、いや、待ってよ、でもこれ、ゴブオリをゴブリンオリルに変えてしまえば、これ、決まった。決まってしまった。これは勝ちました。ありがとうございます。対戦ありがとうございます。グッドゲームいってこう。勝ったんでね。勝ったんでグッドゲームいってきます。え？待って、これ天才さては。檻である必要がない。もうね、バレル相手はここにユニット出して、定位置に来たらここにトルネで吸っちまえば、今ちょっと位置悪くてノーダメできなかったけど、基本的にはノーダメキングキドできるので僕の勝ちです。はい。
はい、対戦ありがとうございました。さあこれはね、ボンバー出していって、レベル9のボンバーもちょっと弱いな。さあこれインドラ、インドラもね、こういうベビーとかメガゴとかコバとかアイスウィズに強いですからね、めちゃくちゃ強いやないか。さあゴブリンドリル、守り方知ってんのって話。これでなんか来たらライトニングぶちかましちゃおう。いやこれはいいわ、これはいいわ、かまさなくて。これなんか来たらだってもうエレジーでブリブリにかませるもん。いやこれやばやばい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 、ボン出してやべえ、ブリブリブリしか言ってない俺最近、気づいたみんな、俺最近ブリブリしか言ってない、知ってた。なるほどね、まあ、ボンバーとダックプリを適当に出しておけばそれとなく守れますね、まあ、これはでも相手がホグとバレルを使ったのでケツエレジーでぶちかましましょう。さあもともとブリブリってどっから来たのかっていうと、なんかラップとかでなんかもう、なんかもう決まるみたいな、完全に頭が決まっちゃってるみたいな、なんかことをブリブリになるみたいなことを言ってたんですよ。あ、めっちゃええやんと思って、それ俺のって思って、でこれトルネ使えばよかったわ。テアンデイテアンデイ、ここでトルネトルネテアンデイ、いや遅っ、センスなしよじゃん、俺のことトルネの、いややめてください、呼ばないで絶対。さあ OK、 やべえこれ普通に。なんかあのさ、地元の友達とかでさ、なんか地元にやっぱさ面白いやつっているじゃん結構、でその地元の友達が面白いやつとかがこう言ってることをさ、なんか違う地元じゃない友達の場とかで言うやつっているじゃん、もう使い回しで、あれ俺です。友達が言ってた面白いことをもうさも違う場ですぐ自分のものにするからね。俺が今までここでかましてきた言葉全部俺のものだと思わない方がいいっすよ。俺の地元にもやっぱ面白いやつがいて、そいつの受け売りなんでね、ほぼ受け売りです。やべこれやばい、あれこれやばい、佐藤はよいしょ、あーマジかよ。受け売りジョーンズって呼んでください。さあ行きます、ゴブリンドリル、いやー神取れねー、神取るねー、これは決まってしまった。マザーネッカー出してあげて、もう止まんないねこれ、止まりません、止まるわけがない。いや待って、これやべえわ、これやべえで決まっちった、完全にきちった、これやべえわ、これはやばい、さすがにどんだけって話。10、うわー33はもらえねえよなー次の試合。お、え待って、33、いや待って、俺ワンチャンもらえるわこれ。56ってことは、だいたい今40差あるんですよ。いや、33もらえるぞ、これ。しかも相手格下だ。OK。格下をボッコボコにして、コートロ巻き上げましょうか。あ、定位置かと思ったわ。どっちくしょうが。いや、ガチか。ちょっと上手いっすね、あいつ。ただ俺にはこの11レベルの、いや、待って。俺さ、結構11レベルのマザーレクの最終兵器みたいに言ってるけど、結構もうこの界隈では11レベルって普通なんだよな。これ33絶対もらえるわ。調整されてる。運営が俺のこと見てる絶対。絶対あいつ俺のこと意識してるわ。今度リップ送ってやろう。お前俺のこと好きなんだろ。素直になれよって送ってやろう。さあ、ダックプリ出して。インドラレベル10か。インドラじゃ出してもいいっすね。いやただこれさ、マザネクでさ、ブリブリになるんじゃないですか。 OKOK。 いや待って、エレジャイバカ強えんだが、エレジャイ強すぎて草なんですけど。さあこれ出して、これ多分豚になれ、でかい、お前どっか行くな、豚になれとは言ったがどっか行くな。いやまあそっちだけは行くなって言っただろう。いやもう最悪だわ、こいつが行ったとこ、こいつが行ったとこ最悪だわ。いやこれはね、ゴブリンドリルでね、いけますよ。パーン、オッケー、固まれ。いやでかーい、固まらせてくれてありがとうございます。どうもライキングでーす。さあ
このどうもライク・ジョーンズエースは結構こうなんか他の界隈の人とかとやるときにちょっとやっちゃうよっていうのが恥ずかしくて、どうもライク・ジョーンズエースとか言ってます俺。恥ずかしいですこれ言うの、すごくすごく恥ずかしいですけど言います。やっちゃうよ言わない日が俺にもあります。俺にだってあります。やっちゃうよ言わない日ぐらい俺にだってある。その悔しさも込めてこのゴブリンドリルを送ります。俺の悔しいゴブリンドリルを受け取ってください。さあエルザイでブチブチになって GG ありがとうございます。33きた、よっしゃー来た、5000到達でーす、ありがとうございます。さあ来ました、リーグへようこそ。さあ俺はここで11目にして同剣プレイヤーですね。同剣プレイヤーになることができました。結構長い動画になっちゃってね、申し訳なすびまるといったところなんですが、来た、これはでかい。これ今日このショップ引いて終わりましょう。さあ、レジェンダリーなバリューパック、巻き舌で喋らせていただきやす。はい、レジェンダリーなバリューパック開いていきます。よいしょ、いきます。いや、待って、これ俺、あれだわ。カード、ワイルドカード、いや、ワイルドカード溢れないんだったわ。そうだ。これはショップで買ったワイルドカード溢れないんだ。いや、これでかっ。メガライトニングめっちゃもらえるじゃん。でかい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 。やばい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 。メガライトニングめっちゃもらえるの、熱っ。待てよ、これどうしよう。何がいらないか見極めろ。フリーズいらない。まずフリーズいらない。キョスケはいらない。エレジャイ！エレジャイはバモス。さすがにバモス。バルキリーはホグとか使うときに使うんだよね。バルキリーはちょっと取っておきたいな。ゴブゴヤ、いや、スケバレ使わんな、絶対。ボンバーはバモス。ボンバーはバモス。いやー、これね、スパーキーはいらないですね。インドラはバモス。インドラはバモス。これ、マンネクロはいらない。ファルチェもいらない。ベビドラかー。トルネか、ダックプリが欲しい。オールブレイカーいらない。カルババか。いらない。うわー、いらない。今、ファイスピで死ぬんすよ、こいつ。敵陣に投げてさ、1アド取られるんだよな。どっかのドリルとは大違いなんだよ、こいつ。さあ、ゴールド、ワイルドカード、ワイルドカード、ワイルドカード。いや、先に、あ、これ宝箱は違うのか。そう、これね、この宝箱マジ優秀で、ワイルドカードがもらえた後に、他のカード、来た！奉仕。奉仕はでかい。来た、デリバリー。いやー、これ、破棄だな。ボン、ボン、ボン、ボン。いや、クエイクでかい。クエイクでかい。いや、これ、ボーラーだな。ボーラーたまにね、風が吹く時があるんで、ボーラーにします。LAG とかに結構入ってくるんですよね、ボーラーが。いや、これね、スケラでトラ上げする未来が見えないでしょ。インドラ、インドラ上げさせてください、これは。オッケーオッケー。ただ、ワイルドカード手に入ってもマジででかいな。さあ、ワイルドカード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 、でかい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 。さあ、これどうしよっかな。これウィザードでいいかな、でも。いや、まあこれはクローンでもいいかもね。いやー、コウモリか、スケバレか。まあスケバレでもいいかな、これは。来た！ドリル。迷わずドリル。来シーズンからね、ちゃんとレベル上げなきゃいけないんで、ドリルは。ファイアーボール。うわー、ライトニングしてー、これ。ライトニング宝箱じゃねえのかよ。いや、これどうしよう。クロスいらねえな。フリーズもいらねえな。まあフリーズでいっか。あー、クロスは使わねえ、さすがに。来い！いやー、どっちもええー。あ、いや、でもマジアチャ欲しい。でかい、でかい、でかい、でかい。さあ、ということでやってまいりました。ライキジョンズチャンネル、こちらね、5000ですよ、5000。皆さん、5000ってわかりますか？ 5000 ですよ。さあ、ということでね、こちら5000に到達したので、ただ、ここからがね、ちょっと失速すると思うのが、セール買えないんですよ。セールが買えないの。だから、ここからね、めちゃくちゃレベル上がるってこともなく、結構こう、こんな感じになっちゃうと思うんでね、ぜひ、もし少しでもね、今のネタが面白いと思ったら、高評価、よろしくお願いします。ってことで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ！